まあ結構無口であんまり自分の気持ちとかこう思ったことを口に出せないっていうかお腹が減ったとかもなんか言えなくてっていうのもうち結構あのめちゃくちゃ貧困家庭でまあドカ盛りのチャーハン置いて34日帰ってこないとか結構それ系の家だったんだけどまあ金がなかったから金に対してのコンプレックスみたいなのがすごくて結構なんか。 言えなないようなことともやってで恵まれてたと思うよその自分でどうにかしなきゃいけなかったから強くなるしかなかったっていうか18の時からあの逮捕されてんかあのまほとから電話来てでそこから物語をこう大きく展開するわけですよ。 アドードズは変わり者ようにはばかるをテーマとしたポッドキャストインタビューを通してそれぞれの違いを認め自分自身の個性を見つめるカルチャー音声メディアです今回の進行は日誠が担当します推ゲストはこの方あっ川口と申しますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい J って普段は呼んでるんですそうなんですよ J って呼ばれてて なんかいろんな人になんか友達とかには J って呼ばれててなんで J の ?J って呼ばれたいぐらいのこと言われたっけいや呼ばれたいよねなんかやっぱ J っていいじゃん J っていいよね俺も J 気に入ってるアルファベット界で一番いいのって J じゃないいろんなもの何個あるのアルファベットって分かんないけど20個ぐらい、うん、ある中で J が一番かっこいいなって確かに確かにじゃないよ <laughs> そんな J をね今日は ゲストに招いて、はいろいろ聞いていきたいんですけどまあなんか知らない人あんまりいないと思うんだよ、ね、なん YouTube でやるし、うん、結構割と知られてるとは思うんですけど軽く自己紹介するとしたらどんな感じですかするとしたらまあ今は音楽をやってて、うん、で2018年まで、えー、YouTuber をやっていて。うん で、その時の集めたお客さんたちが音楽聴いてくれたり、洋服をつ洋服も作ってるんですけど、うんうん、洋服を買ってくれたりして、なんとか生活をつなげてないま、うん、<laughs> みたいな。あんまり自分で言わない。<laughs> みたいな。あんまり自分で言わない客観的な。食いつなげで食いつなるほどそう、だから J はなんか、インタビューとかはね、なんか雑誌、雑誌っていうかウェブか。で、何回かちょっとやらせてもらったりも。うん したんだけどなんか今日はもう結構その出会う前ぐらいの話とか俺も聞いたことない話とか聞きたくてうもう何でも聞いちゃって本当なんか<の>あと聞かれないとはあんま話さないだろうなみたいな話もちょっと聞きたいなと思ってんだけど、うん、も,うもう突っ込んでもらっちゃえばもう結構さ生い立ちとかさそういうの俺の中で結構幼少期とか、うん、その辺結構謎に包まれてるんだけどそういうのってさ今まで何か話したことある 意図ね。あだよねんかあんま嫌なのかな嫌なのかなっていうかあんまり別に聞かないようにしてたっていうかっていう部分もあるんだけどまあそんなに明るくないからねやっぱそうなんですかピエロだからさ分結構普段はピエロやってるから結構明るい元気ないいやつと思われたいみたいなところが強くてもう過去編はいったんもうはしょってるね はしょって生きてきたんだけどまあどうせねこんなそんなこういう機会があってきも聞かれたら答えるけどねって感じだったけど聞かれなかったからっていうのはあるから、ね、全然んかちょっとハードなあれもあんのかなとちょいちょいさハハードハードド出てくるのはあったからあれだったけどじゃあこの際ちょっと聞いちゃってもいいですか行、うんまあ、行くくとととここっっっててれれ切、ね、切るるかねあ、うん、もうちょっとこれははいうのはもう切るんで、うん ぐらいいハードかもしれないです、えー、はい。そうなんだなんか不幸自慢みたいになるのもなんか嫌だし、ね、みたいなとかなんかいろいろ考えてやってなかったみたいな部分もあるあそうなんだって、はいうまあでも、まあ、今日は普通に結構 J は俺の中でもうだいぶ友達なんだけど、うん、まあなんか興味あるし興味ある人もいるだろうかちょっと聞いちゃおうかなと思うんですけど、はい、出身は東京だもんね出身は東京と中野区うん、うん です。うん、阿佐ヶ谷の川北病院というところで声を上げました。うん、産声を産声を上げました。どんな。どんな子、どんな子供だったんですか。まあ、結構無口で、<ー>あんまり自分の気持ちとか、こう思ったことを口に出せないっていうか。うん、常になかその周りを見て、大人の顔色を伺って、こう自分が。 どうしたい、お腹が減ったとかも、なんかこう言えなくて。なんか、ていうのも、うちは結構、あの。めちゃくちゃ貧困、か、家庭で。そうなん。そうなんですよ。で、母子家庭なんだけど。もう、お母さんが、まあ。途中、小学校一年生ぐらいまでは。夜の仕事をしてて。まあ、まあ、帰ってこない。うん。結構、まあ、どか盛りのチャーハン置いて。 34日帰ってこないとか<ー>結構それ系の家だったんだけど<ー>まあ途中からあの母親がもうなんかそれ夜できなくなったのか男ができたのか分かんないけど、うん、生活保護をもらいだしてそれで食いつながなきゃいけないみたいな感じの状態が結構長く続き、うん、でおばあちゃんが近くに住んでたからうん、うん、おばあちゃんに飯食わしてもらうとか結構あって。 なんか結構やっぱりボコボコにされたりとか <laughs> <こ>うもう誰に <laughs> お,おかんにまあねまあいろいろありましたよえー、そうなんだ <laughs> 店とかでこうむしゃくしゃしてうん,、うん、なんか理不尽なことあったらもうこっちに帰ってくるみたいなそうなんだ叩き起こされてボコボコに殴れるみたいなとか結構あって、えー、でも結構なんかでも最近は ままあまあ他にもまあ,、ね、あるんだけどいろいろあったんだけどその親の年に最近もうなってあじゃあ結構若くしてそう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 二十歳の時の子かな俺がその年になってみてまあこの東京というねこの突破所で子供二2人作ってそれ一応そ育てなきゃいけないみたいな結構。 こうマジでしんどかったんだろうなみたいな気持ちわかるけどなとかいうタームに入ってまいりましたなるほどね大人になったはいえお兄さんがいるんだっけ <laughs> そうお兄ちゃんがねはい、はい、2個上でうん、うん、そう結構グレてたのよ兄貴はへえ<ー>、うん、どんなどういうぐれ練馬が近かったっていうのもあってはいはい、はい これも顔になんかボコボコにしてなんか警察から電話かかってくるとか<ー>警察だったらかもう結構なんかいろいろあってうん、うん、その時はねそ結構兄貴とはなんかそんなに仲良くなくて<ー>ずっとなんか家族疎遠みたいな感じだったんだけどまあありゃぐれるよなっていう環境ではあったなという。<laughs> もうなんか よく聞くよような感じではく、うん、く聞くって言ったらあれだけどえでもさ J は別にグレるっていう方向性ではなかったのまあそうねグレだよね <laughs> <laughs> しっかり、うん、しっかりちゃんとうん、うん、まあでも金がなかったから金に対してのコンプレックスみたいなのがすごくて、うん、やっぱりこう小学生 だけどこう習い事みんなが言ってるとかもできないしうん、うん、ボール買ってもらうとかもできないし自転車買ってもらうとかもできないから、うん、それがなんか高校生になってバイトできるようになるじゃんそしたらもうなんかすっごい狂ったかのようにバイトしだしてうん、うん、結構なんかね言えないようなこともやってすごいバイクとか買ったりなんかすごい、ねえー、お金稼いでて。うんうん っていう感じかな。そうなんだ。うん、なるほどね。ええー、バイトはイェルバイト何してた？イェルバイトは、うん、でも普通のマクドナルドでやったりとかで日物屋とかさ、うん、なんか居酒屋チェーンのキッチン入ったり、うんうん、まあそれこそ引っ越しだったり、まあそれこそ飛びとか,うん、うん、かそのその辺の土木系 もやったしもうほんといろいろやったけど、うん、あれもっと楽に稼げんじゃねみたいなあなるほどねっていうそう <laughs> っていうミッションを日々こなしてるだけで月50万ぐらいもらえたの。<laughs> あっていうのをやってて、うんうん、なんなら。 もうそれさ15年前14年前ぐらいの話だった、うん、だけど、うん、高校生の俺の方が下手したら稼いでんじゃないかっていうぐらいへ<ー>うんそうなんだうんそんなのもでもうんなんかでもすっごいえらい目にあったけどね叩きっつってさなんか集団3人4人ぐらいにやっぱ。 ボコられたりとかすんの、えー、も金も取られてみたいな。それがね、それでやめたね。そうだよね。怖くて。てお金ももらえないし、物の分もししててそ,うそうそう。で、けじめつけなきゃいけないからね。はいはい、怖すぎます。<laughs> そうなんだ。そうな、ね、なるほどね。なんかでも、そうなんだ。なんかこう、J のさ、クレバーな部分あると思ってさ、うん、なんかそれ。はいはいはい うなんかそういう経験からも来てるのかなってちょっと思ったそのお金を稼ぐにはどうしたらいいかみたいな頭が結構若い時からあったのかな、まあ、そうそうだと思うんだけどでもやっぱりそういうルールの中でこの社会っていうシステムの中でルールを守りながらちゃんと稼い っっててていいいう方がいいなってその時に気づけて、うん、やっぱりこう、まあ、良くないことをやってたしそれで稼いだ金でな,なんかすんごいやっぱ調子に乗ってたしやっぱ周りがさそんなお金持ってる持ってないじゃんすっごいなんか自分勝手なとんでもない人間が出来上がっちゃってうん、うん、っていうのはありましたね。で恵まれてたと思うよその 振り返ってみると、うん、自分でどうにかしなきゃいけなかったからうん、うん、強くなるしかなかったっていうか俺が多分初めからボンボンでいいとこに生まれて、うん、もう特になんか最終頼ればいいやみたいなところがあったら、うん、もっとダメ人間になさ気がしてな、ね、なんか努力しなかったのかなみたいな自分でなんとかしなきゃいけないっていうのも,なんかもう子供の時からずっとそうだったから、うん、自分の力で。 やっていくぞっていう気持ちは今もあります <laughs> なるほどねえでもさ高校え専門入るよね専門入るね美容の美容学校に入りました、はい、えそれはさそのちょっとじゃちゃんと働こうみたいなマインドで何やりたいかなみたいなで、まあ、高校2年生の時に、うん、あの進級できなくてほうほう進級できないイコール 留年ができなない高校だっったたから<ー>退学になったのねあそうなんだ。大学になってでどうしようかなと思って、うん、そずっとバイトしてたからさ月曜日の一元落としちゃったのよ、ね。うん、ではこれはでも中卒っていうのはなん,かなんとなくやばいかもみたいな当時はちょっとやっぱあったから、うん、高卒認定試験みたいなのをとってで専門に入ろうとしたんだけど。うん 18の時から東日本大震災のちょい前にパクられちゃって、うん、あの野菜ポロポロ系の逮捕されちゃってでんかその鑑別所みたいなの行って、うん、頭冷やして出てきてやっぱ1年遅れで入ったそれがそれがあって入れなくて入学できなくて1年遅れで入って 2> うん、うん、で2年間 学校行きますっていう感じかなえ,ー、えなんでその美容に行こうと思ったモテたかったから <laughs> そうなんかねやっぱ当時やっぱアホだからさ、うん、こう本能のままこうモテるってなんだろう,うん、うん、必要とされたいみたいな、はい、必要とされたいイコールやっぱモテみたいなさこうちょっとアホだからさうん、うん、その経済的にどうとか なんとかなんとか大変だとか,か一旦考えないみたいな、うん、美容師かっけえなとか思って美容学校入ってすごいでもね美容師になってみたらすっごい大変でさ、うん、これゆ言っていいのかわかんないけどとかのシャンプーとかするわけはい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 でなんかの背中濡らしちゃって T シャツえー、もうその日なんかもう蹴っ飛ばされて <laughs> スタイリストで決闘されて怖くなっちゃってやめたねおもろいななんかへえとか言って聞いてたけどさ結構さ衝撃の衝撃の事実が結構めっちゃ出てきてるけどまあね結構使えるかどうか分からないけど判断します 後にメンバーシップの有料版だけで聞けるやつみたいなのも作ろうと思ってたはいはいはい。あ、うん、まあそれないい感じに配分しようかなと思ってたん、はいまあ、だけど、ね。そのお店もさ、結構さ、まあいいとこに入れたわけでしょ。その美容ロ、ね、サロンも。うんうん、ってことはさ、その、何専門の時も成績というか、そういう、あれは良かった。ちゃんとやってた。専門の時は まあしっかりその休みとかは休むとかなかったし遅刻とかもほとんどしなかったね、うん、まあ全部自分で学費払ってたから、うん、そのやっぱやるしかないじゃ、うん、うん、<laughs> もったいねえなって思うしだって2三百3 0 0万ぐらいやっぱさ10代で払わなきゃいけないってなるとさそそ、うん、そっかかか専門んぐらいかかんのかそうなのよ 出してもらったら多分俺も怠けちゃったのかなと思うけどう自分で払ってるからもったいないと思ってなるほどねそっかまあ結構でもあれだよね周りとかはちょっとサボ,サボってる人とかも全然いたわけでしょうまあ確かに自分でにその年で2300万払ってたら行くわそ,いそう元妻も元妻もこれで卒業できなくてとかになったらもう一番ほやんと思ってうん、うん ということもありましてねすぐ辞めたんだけどねきつくてそのサロンもなるほどなでさ当時第一志望が島だったわけあの超有名そのかの有名なでもあそこは結構面がよくないとイケメンとか美女しか入れないってあってそのイメージはレセプションのことかそうそうめっちゃ可愛いじゃんそれってさんか バタバタ美容学生やっぱ落ちさ <laughs> そのお落ちるイコール自分ってそんないい見た目じゃないんだみたいなさ<ー>思い知らされるっていうかさ、はいはい、美容学生の初めての挫折は島落ちること,となんとなく自分って「イット!」でいけててみたいな感じの自意識があるんだけどだ、ねだね、一旦島が落ってくるんだよなるほどねえっ島も落ちた はい。あの、書類1時、2時、3時、サロンで実際にインターンみたいなのがあるんだけど、書類で落ちました。書類も一応、あの、あれでしょ証明写真みたいな。と、全身写真みたいな。そう。撮って送るんだけど。モデルのあるみたいな。外見見る気もあんまそりゃそうか、一応ね。や、る気はあったんだけどね。人一倍も。そうなんですね。 それ、辞める、え、どんぐらいで辞めたのお店。そのサロン、最初に入ったサロン。結構頑張ったね。あのー、二日。二日二日,日なんだ。二日で。丸々。あ、丸、る二日。はい。結構ね、拘束時間も長くてさ。はいはいはい。9時,9時間。9時間 ?9 時間。九時間相場かな。なんか練習もあったからね。練習、あ、練習ね。練習込みで9時間。うん、です。 短いかな結構頑張ったあ,<ー>あの時はでやっぱね新しい環境になれるってやっぱ <laughs>、うん、その当時はできなかったねその、えー、人見知りだったしまあ今もそうなんだけど、うんうん、なんか深刻化,化しちゃってた自分の中で美容室はい、はい、あその美容の世界、ね、美容室みたいな結構宗教系でもうなんか通行してて、うん、なんかリスペクトがありすぎたからなんか、うん、自分 でギャップ現実と全然違ってそれで速攻折れちゃってなるほどね、うん、弱かったね強くなったつもりだったんだけどそっかえ、うん、じゃでもそうか逆になのかさっきだって自分でその何百万払ってたからみたいな話があったからさ、うん、こうようやくさいいサロン入れたから意外って思ったけどでも逆にそのポッキリ折れちゃったわけか。その 意外とね。ねえー、じゃあ2日で辞めた後さ。はい、逃げました。はい。どう、どうしたのその。で、まあ、その後ね、確か、原宿のあの、うん、キックスラボとか、うんあ、ごめんなさい、キックスラボとか、ああいうなんかスニーカーショップでバイトしたりへ<ー>、とかしてて、で、なんかまた美容師を、 やんなないとなーと思って美容師やってた,んや,ってたやってたやつだ、はあ、そうだと思うやってて1年ぐらいやっててどこでやってたんでしょうかそれはいや店の名前とかじゃなくてなんか渋谷渋谷渋谷面接受けて受けて普通にやっててうん、うん、でなんかそのぐらいかななんかあのまほとうん、うん、から電話来て あの皆さんご存知はい、はい、元ハレンチユーチューバーの同級生なのそう高校の同級生だったんですね高校の同級生なんだそう,そうなのようで連絡来て遊び来いよっつって、うん、田無まで行ってはい、はい、でそこから物語をこう大きく展開するわけですよ、うん、あのあの家にあの家にはいはい、はい、かの有名なのかの有名なあの家に行ってそしたらなんか一人がね一人の 住人がノロウイルスにかかってたで「ああはじめまして」でも俺ノロウイルスだから今日はあのあん,まり <laughs> あんまり絡めないんだけどゆっくりしてって」みたいな甲、うんうん、高い声のさ、はい、なんか緑髪のおじさんがいたわけその人とは緑髪と言ったらその人とはねなんかあんまりその日は喋れなかったんだけど、うん、じゃあ 夜中までいて「じゃあ帰るね」っつって、うん、で帰ったらノロウイルスうつっちゃっててさあ,あうつっちゃったで仕事行けないからさ連絡して「行けないです」なんつったら「ああもうじゃあい,い来なくていい」みたいなって「そ,そうですか」<laughs> <laughs> でいやもうなおたりかしてください」みたいな言えばよかったんだけどね、うん、今思えばまたしても逃げましたなるほどねはい たいまあそのせいとは思ってないけどね <laughs> まあでもおかげで <laughs> おかげで、うん、じゃそうですよだってでそれをね,ね真琴に言ったらこう「じゃ首クビになったわ」って言ったら「じゃあうちで働けよ」ってってルフィ発動してうん、うん、でなんかその事務所で真琴のその当時所属してた事務所でははい、はい 働きだしてあそ,うなんだそうでなんか東海オンエアのとこ行くとかうん、うん、なんかあれこれあれやこれやしててもうお前は出役の方がいいんじゃないかみたいなのがあって総会っつってやり始めてねそしたらあれやこれや。なるほどね。うん、なんかそこのくだりさちょうどさうん、うん、あの街録チャンネルのさそうます。 相馬さんの外国チャンネルでさ、うん、そこの話しててさあれちょうどさなんかニューヨークで見たじゃんあれなんか覚えてる<ー>なんか見たっけなんか YouTube 見ててなんかちょうどそれが上がっててそうそう,そうなんかね一緒に見てその時そうそれめっちゃ覚えてんだよなそれでさなんかなんだっけそのどうどうやって J が合流したかみたいな話してて。うんうんうん なんか最初裏方だったんだけどなんかちょっとなんかかわいそうさから入ってやるよみたいな感じからのなんか入って <laughs> で入当てなんつうの企画がバンバン当たってみたいな話て,てそ,う、ね、そう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 なんか裏方一発目の時になんか喧嘩するみたいな動画がドカンって回ったんだよねそれで一日でも何万人って増えて。うんうん もう当時は結構ありえないぐらいの数字とこって出て、うん、そっから「えじゃあちょっともうちょっと手伝ってよ」みたいになって、うん、なんか企画いっぱい出してたらそれが結構なんかほとんど全部当たって、うん、っていうのがあってコメント欄とかでもこの後ろにいるカメラの後ろにいるのは誰なんだみたいな「誰だ誰だ」ってなっててでなんか東海アの動画で出たんよね。隣人 ドッキリみたいなあの迷惑そうあの隣の住人が「ちょっとお前らうるせえんだよ!」って言って勝ち込むみたいなやつで出てみたいな流れだった気がします。うん、であの時の YouTube って結構なんかあんまりルールが明確になかったからうん、うん、あれがダメだとかこ,これがダメだとか、うん、そういうルールがなかったから。うん 結構ややりたい放題やれてっていうのがあってすごい俺も楽しくてさあれあんなことやったらいっぱい注目浴びるだろうなこれ再生回るだろうなみたいな,なんかちょっと変なまあマーケーティングじゃないけどやってることにファンがついてきたっていうのは結構嬉しかったね。毎毎日毎日動画上上げげるるからその成功体験積み上げていけるし 自信につながる部分もあったなーって振り返ってみれば思いますね。ななるほどねなんかさめっちゃ覚えてんだけどさなんかあの俺らが知り合ってケンちゃんちというかあ,のあそこのアトリエで YouTube とかバーって見てて結構そういうマーケ的な能力が身についてるからだいたいもうその企画とは。 あれでもうだいたい再生話とかしててでんかなんだっけどういうあれかわかんないけどもうこれでこれぐらいかなみたいなやつがマジでなんか当たっててなんかすげえみたいななったの超覚えてる、うんはいはい、なんかタイトルとサムネを見て、うん、そうかそうかタイトルとサムネそういうどれぐらいの数字になるかみたいなのが、まあ、やってることが釣りとかも当時多かったじゃんすごい派手に見せて。うんうん 実際中身しょぼいとか,、うん、なんかそういうのが結構俺らは少なかったからなんかやってることの方がでかくてサムネをちょっとちっちゃくするみたいな逆に逆に当時はそれ信頼されてなんか外れないからっていうのはなんかすごい意識していろんなことを計算していろんなことを考えて頑張ってた時期でしたね。 っていうかそ、その時期ってさ、もう、なんつうの、今でこそもうさ、YouTuber とかさ、で、まあ、何、浸透してるというか、うんうん、割とあれだけど、うん、なんつう数もさ、そのに、なんつう見られ方も全然違かったわけじゃん。当時でさ、その、当時って言っても開きあると思うけど、最初の J が参加し始めた頃で、はい、例えば東海オンエアとかさ、その、 マホトとかでさ、うん、どんぐらいの登録者数ああでも20万とか東海が多分20万とかかなすごいよねでマホトがもう50万とかいてとかの時期だった気がするでもさなんか感覚的にはさもうなんかその時点でさ結構彼らだいぶ夏の上っていうか、うん、みんないやそうだよ結構なんかやっぱり当時は登録者数とかやっぱそもそも見る人数とか YouTube、うん 普段から見るユーザーがそもそも超少なかったから俺より前にねやった人たちとかはもっと少なかったと思うけど今とかは結構普通に浸透してユーザーがだいぶ増えたと思うからなんか人を増やすのはもうちょっとよりやり方が変わったのかなと思うけど簡単になったとは思わないけどね。まあその あれははマーケットは大きくはなってうん、うん、なんか細分化されてるイメージだなっていう,そ,う,そ,う、えー、でそれでさ結構じゃあそのバンバン J の企画が当たって割と100万以上いくわけでしょエキトラとか、うん、なんかそこ目標にしてって、うん、100万人ってなんかやっぱちょっとこう当時でも本当に 7組6組はい、はい、ぐらいしかいなくて<ー>なんかそこからもうそこに目指してすっごい登録者をガンガン増やすぞのところにだけ考えてやっだたから、うん、どん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 老舗の売れてる YouTuber たちの登録者をこうガンガン抜き去っていくわけもうレースみたいにさもうそれが面白くてしょうがなくて、うん、気持ちよかった気持ちいい気持ちいい <laughs> そうだよね。なんかねこの なんだあの快感は何に近いんだろうね?「俺見たことか」みたいな、はい、<laughs> 例えじゃなかった <laughs> 例え出てくるなと思ったら「俺 <laughs> みたいななるほどねそっか気持ちいいだろうなでも100当時の100万人とさ今の100万人ってさだいぶ違うわけでしょ 分、うん、かんないでも今の100万人もすごい大変だと思うしんかやり方とかそのね狙うところとか、うん、なんかすごい今も大変だと僕はさ、うん、まあ当時の方がすごかったとは思わないかな<ー>、うん、全然頑張ればみんないけるよなるほどねなんか、うん、当時って 今ってさ,、まあ、さお金の話とかもさ、うん、っていうとさ全然違ったりするのかなあなんか今の方がやっぱ広告の単価は高くなったっていろんな方々から聞くけどね<ー>、まあ、例えば俺らがやってた内容が結構ねい決してクリーンな内容とかではなかったからだいぶクリーンじゃないイメージだったから、うん 意外とナショナルクライアントと言われる大きい広告はつかなかったんだよねはい、はい、だから稼いでたんだよねってよく聞かれるんだけど、うん、そういう大きいところの広告出ないしうん、うん、広告単価ってのがあってチャンネルごとに設定されてんだけど 1本は1再生あたりのやつが多分ほんとになんかヒカキンさんの20分の1ぐらいになるんじゃないかなぐらい <laughs> そうジャンルとかで変わるんでしょう,そ,うその全然ほんとになんか月15万の月とかあったし<ー>100万人超えててもねあそうなんだ毎日70万70万70万とか回ってても全然金入ってこないやんみたいな、うん、<laughs> そうなんだ <laughs> とかそういうのがあって<ー>超稼いだっていうよりはなんかねあれ 全然金ねえじゃんんそうなんだだ <laughs> 意外だわ企画にめっちゃ金使ってたからなとあそっかそやることに金使ってたからそうだよねなんかあのなんかとんでもない衣装とか作ってたとトあえスピットの、うん、あ,れあれいくらかかった <laughs> あれでも200万ぐらいかなあのなんだっけあの「紅白高瀬」みたいなやつあれは200万ぐらいすんだんだけど なんかやっぱライブとかって一番高いのモニターのレンタル料とかあんだよねあああでかいの買えると1,000万とかかかるからさ、うん、そういう意味のない金の使い方をしてたよねでも意外だったわなんかその、うん、何いやそれこそねその100万人とかそんないなかったからなのか、うん、こう超もうト超トップみたいなイメージだったから結構稼いでるのかなと思ってたけど意外となんですね あと案件が、ね、あったから、うん、要は企業案件と言われる動画タイアップ動画とかを作るとかがあったからあと3分間だしねその給料お給料もあ3人だから、ね、そ,うそこまでやっぱねその嘘でしょみたいなメイク系の女の子とかさ、うん、メイク系 YouTuber とかの女の子の話を聞くと、うん、待って嘘でしょみたいな。<laughs> なるほどねえ、10? おかしくない俺らの全然再生もあってんのに <laughs> 納得いかねえと思って <laughs> そんな感じだったんだとか思ってたよねうんだいぶハードな企画やつや、ね、なんかんまあでも言うてだよそんな言うてかその,その中でもやっぱりルールがどん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 できていったからあ昔でも、ね。割と結構なんか窮屈になり始めたぐらい の時とかはモチベーションやっぱすっげえ下がっちゃったし、うん、あもうやりたいこととかできなくなるしそのその中で自主規制みたいなしてどんどんやれることちっちゃくなっていくなーっていうのはなんか肌感でちょっとあってもう楽しかったけどね振り返ってみると。うん、だってやっぱ服作ってるとのがさやっぱそれも、うん。 いろんな人に目止まってくれたのかやっぱこうとかこうくんとかと一緒に服作るとかそういうのも嬉しかったしうん,、うん、なんか音楽やってて曲洋次郎くんが聞いてくれてすっげえいいじゃんみたいなメッセージくれたりとかなんか恵まれてるなと思うねうん、うん、そのいろんな人に支えられてるなというそうだよね、うん、てかまああとで音楽の話もさ聞きたいんだけどさ でもなんか気に入られるよね、J って。気に入られるよねっていう言い方も変かもしれないけどさ。うん、どうなんだろうね。なんかでも半々だと思うよ。本当にめよ、ね。めっちゃ嫌いって人もいいんよめっちゃ嫌いってしまう方が多い気がするけどね。うあそっか、そうか。なんかでも。また離れていくのも多いね。結構やっぱさ、<ー>俺結構我慢しないからさ、その、配慮はするけど、はいはい、例えばすっごい、 目上の人とか、うん、でもすっごいなんか良くないこと言ってたり、うん、気に入らないなとかあここまでは我慢できるけどこれ超えたら絶対注意しようみたいな、うん、ラインがあってそういうふうになんかね当たり障りなく過ごすよりやっぱ言いたいこと言ってさ、うん、なんか嫌われた方がいいかなみたいな。うんうん 我慢するとね結局家帰った時うわあん時クソ言えばよかったしねえみたいな <laughs> シャワー浴びてる時に、ね、クソガーってなるから<ー>だったらなんか自分がねこううって自分がうってなるぐらいだったらもうなんかぶつけちゃうみたいなぶつけちゃいがちそう,そうぶつけちゃいがち、うん、てかさみたいな <laughs> <laughs> それ言ってることやばいっすからねはい、はい、やばお前とか言って<ー> <laughs> 俺もそ人権意識とか超考えてるってわけでもないけど、うん 普通なんか人としてずれてるよみたいなレベルまでいっちゃってたから、うんうん、それをちょっとねピシャッとやっぱりお御所だからさ、うん、言えないの周りとかも、うん、なんかヘラヘラ笑って、うん、それもちょっとムカついて、うん、そうだよな御所ってムカつくよねいやかこの言えない環境を作ってねそういう、まあ、最近もいろいろありましたけど、うん、某,某同じ J のあれで。うん 事,事務所もそういう話がありましたけど、うん、あーねあねあったねなんか、ね、周りが言えなくてっていうのもちょっとねだからまあそうなの基本さ「じじい」ってうぜえよな <laughs> ジジ主語でかいそうなじじい」ジジってうざいんだよだからジジ「じじ老害になりたくない感を出してきてすごい寛容感を出してくるじじい」もうざいんだよねああ いや俺は全然老害じゃないよ若い子に理解あるからねっていう面をしたあの若い子から使って搾取するみたいなさ手口の最近多いじゃん搾取系おじい,いる、ね、理解の態度を示すやつ、うん、あれ一番立ち悪いからね確かに一番立ち悪いェ j, j みたいな人がねいた方がいいっていうか言えない人の分まで、ね、言ってくれた方がいい 一番、ぼろぼろなぐら <laughs> い。言ってくべきだよな、違うことは違うって。っていうのはね、日々思います、ね。でも、我慢してますよ、最近は。うん。大人の部分はちゃんとあると思う。本当は昔は、もう、なんだ、そのラインとかもなくさ、思ったら、思った。うん、時に思ったことを言っちゃって。ああ、うん。大底いてきたけど。うん、なんか。我慢する、できるラインは、ちゃんと自分で作った方がいいなと思って。なんか。 我慢すすることもありますよだいぶ大人になった大人になった気がするでも今年かな成人式 <laughs> 10, 10年後ぐらいの。 たまにさ、みんなもあると思うんだけど、夜死ぬってどうなんだろう、怖いとかなって、眠れなくなる時とかあるじゃんるね。うんうん、なんかそれが、どん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 自分の中で興味が膨れ上がっていっちゃって、病院で起きたからさ、もうせんとこって思ってた一番の理由があって、16歳ぐらいで、あの、小児がんにかかって、っていう男の子が毎日 DM してくれてたんだよ。自分になんかできることはないかって駆けずり回ったんだけど、自分は命一つ救えないのか、と。 常に俺はもう実は怒ってるわけいろんなことに。俺が俺でアれぐるみたいなのは面白いことしたいっていうのがっあるんで。うん、やってておもろいなっていうことを続けてきたことが今自信になってるみたいな。これ言ったら嫌われるかとか考えなくていいんじゃないかなって。もう嫌われていいんだもんな。嫌われたぐらいから結構全部全てがうまくいき始めた。